おかわりラーメン丼。上野山市屋来にある50番食堂、創業から50年以上と古く、地元の人に長年愛され続けているお店です。いいお店ですね。 ありがとうございます。雰囲気が良くて。これも食堂なんですか？そうですね、食堂ですね。あ、じゃあラーメンとかの他にもいろいろな、はい、そうです、はい、定食物とかも。親子3代で続く食堂、厨房に立つのは3代目の五十嵐貞治さん。長年親しまれているこだわりの一杯とは。はい、お待たせしました、ラーメンになります。来ました。うわー、いいですね。これ見た目もシンプルな。スープの方からいただきます。あら、うめー。結構ね、魚も感じますね、しっかりと。煮干しも使ってて、はい、煮干しをね、しっかりと感じるスープ、はい、長時間煮込んだ鶏ガラや豚骨、煮干しで取った出汁を老舗の醤油とブレンド、丁寧にこすことで雑味のないコクのあるスープに仕上げていました。はい、スープに関してはやっぱ先代からずっと代々って感じなんですか？まあ、自分の代で結構変えたんですけど。あ、そうなんですか。はい、やっぱりその時代時代に合わせてっていうか、父親の時は豚の他に牛も使ってたんですけど、まあ、そこのどこかちょっとなくしたりとか、豚の配合を多めにしたりとか。プリプリな麺で、こう昔ながらのこうラーメンといえばっていう、これだよなっていう麺ですね。うん、麺が進みますね、またね。食堂ながらラーメンも人気。その理由はチャーシューにもありました。これね、気になったんですけども、最初ね、チャーシュー2枚嬉しいって思ったところ、これ種類が違いますね。なかなかないですよ、こういうシンプルラーメンでチャーシュー2種類。昔から2種類親父の代からだったんで。あ、そうなんですか。はい、丁寧に煮込んで醤油ダレで味付けされたチャーシューはももとバラの2種類。じゃあ先にちょっとももの方からいただきましょうかね。はい、うん、はい、しっかりとこう肉を味わうっていう感じですね。噛めば噛むほど味わいがこう染みてる。そしてこれバラですね。バラ、これも持ちたいんですけど、これ分かるかな、もうやわやわ、もうホロホロで、ほら肉なだれ、この歓喜の瞬間ですよ、肉がボロッと。じゃあすいません、いただきます。あら、脂トロトロなんですけど、肉の部分はしっかり、うまっ。スープを変えようとか、はい、味を変えようっていう時に、なんか思ったこととか、なんか葛藤とかはあんまなかったんですか？いや、ありません。続いてる店なんで、やっぱ自分の代で味変えるのはちょっとどうかなとは思ったんですけど、うまくなることに不満はないだろうと思う。ちょっとなるべくベースは変えずに、いい方向に向かうように、ちょっとずつちょっとずつ帰れるように。50年以上愛され続ける店で、お客さんを大切にしながら3代目として五十嵐さんは厨房に立ち続けます。一番は継続ですか？継続、はい、まあ、体が元気で店をずっと続けるっていうのが、まあ、今後の目標です。じゃあそんな50番食堂、これからも長く地元に愛されるお店になっていただけたらなと思います。本日はごちそうさまでした。ありがとうございます。